日前のこと。ねえ、私のために命を懸けられる？甘く優しいけれど頼りなさげな小姉、ね、冷たい指が若者の方に添えられる。俺は姉さんのためでしたら嬉しい。そう言ってくれるのはお前だけ。姉さん、勢いに任せて覆いかぶさる若者を女はそっと抱きしめる。すべてが終わったらお前が頭だ。はい。愛を告げる唇、その顔には告白の笑みが浮かんでいた。ヤクザの丈夫に人権はない。頼りの男がいなくなればそれまで。その瞬間、天国から地獄に落とされる。そんな女を何人も見てきた。圧殺する。今日の眠りは浅いのかもしれない。ママが見ているテレビの音が聞こえてくる。
王子様なんて気まぐれだ。いつ他の女に目を向けるかわからない、いつ死ぬかもわからない。巻き込まれたかったらどう？のお店の前で誰かが撃たれた、そんなニュース。ママは物騒ねとつぶやいた。力ずくで決める。男に左右されない人生が欲しかった。自分の力で生き抜く道を選びたかったけれど、所詮は世間のつまはじき、まともな職になどつけようもない。巻き込まれたかったらどう？
から救急搬送のサイレンが聞こえる。今日は一段とうるさい。力ずくで決める。ならばこの世界でのし上がろう。金も体も暴力もありとあらゆる手段を使い、私は私の城を作ってみせる。こんなに騒がしくてもあなたは起きないのね。悲しげなママの声。ごめんね。でも私は眠くて。
らかな寝息を立てる少女の階下では血だらけの男たちが運び込まれていた。状況は2人です。60代男性と40代男性、銃創あり、何発か貫通、一人は即死。やっぱりヤクザの抗争かよ。後目争いでもしてるのかね。あ、ご家族呼んでおいて。愚痴を言いながらも当直医たちは治療を開始する。しかしその甲斐なく、午前1時44分息を引き取りました。駆けつけた妻は膝から崩れ落ちた。鉄砲玉に最適だった。でもそれだけ。姉さん、俺やりました。ちゃんと玉を取りました。興奮で目をランランと輝かせた若者は犬のように女に抱きついた。そんな若者の頭を女は優しい手つきでゆっくりと撫でる。よくやったね、いい子だ。嬉しそうに笑った若者の顔が銃声とともに凍りついた。姉さ、倒れる若者に女は無表情で全ての弾を撃ち込む。私のために命を懸けられるんだろう。若者がこの世の最後に見たのはこれ以上ない卑劣な女だった。